ここら辺にいた。ここら辺にね、表示されてた。ここにいるって。ほら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 、はい、勝ちます。輪っかさん倒しました。どうも、そうです。ということで、今回もスパゼンクラブやっていこうかなと。まっすぐスメッシーワールドか。スメッシュワールド久しぶりにやるな。なんか前隠れた気がする。鬼はなんかまた久しぶりにやる気がするわ。てかさ、前にさ、スメッシーワールドやりすぎてクソ、もうつまらんとか言ったけど、いざやるとなるとなんか懐かしい気持ちになってね。嬉しいですね。はい。ということで、今回もスパルトンクラブやっていきますよと。なに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 めっちゃなんか打ってくるんですけど。なにこれ、なにこれ、こんな打つ、こんな打たれることありますかって。なにこれ、なにこれ、待ってこれさ、待ってやばいやばいやばい。なにこれ、なんでこんな打ってくるの。待って、本当に殺す気でしょ。待って、てかさ、なんか僕ね、ツイッターの DM でまあ今回参加者の人とね、いろいろコミュニケーション取ってなルールとか説明してするんですよ、スパルトンクラブの。な、今回サバさんになんかドッキリするんで、絶対鬼の待機中はなんていうの、隠れてる場所っていうのをマップを見ないでくださいって言われて、どんなドッキリするんだろうなって、今回ちょっと楽しみにしてるわけなんですけども、なんかちょっと嫌だな、なんか殺されそうだな。今回の参加者すっごいなんかね、バイオレンスな人というか、なんか暴力的かもし、なんか暴力的っぽい人なんで、なんか僕のことを炙りたいとか言っててさ、どういうことなんていうね。まず、なんかね、もう なんで こんなミサイル飛ばしてくることある？こんなミサイル飛ばすことある？すっごいミサイル飛んでくんじゃん。でも今回はね、塗りありの、バージョン2のクレモというスペシャルがね、使える、ルールでやっていこうかなと思います。ということで、今回ね、1回しか使えないけど、マルチミサイルを、使って今回ね、倒していこうかなと。いや、マルチミサイルね、弱いと思ってたけど、普通に強いんだよね。マルチミサイル強い。普通に見つけやすいんで、ちょっと僕が気に入ってるんですけど、今回このマルチミサイルを使って、敵をね、見つけていこうかなと思います。ということで、そろそろ始まりますよ。5、4、3、2、1、ゴー！ということで、やっていくぞ。絶対さ、ダンカしてくるよ。なんか、ドッキリしたいなとか、サバさん炙りてーとか言ってるのはマジでやべえからな、ほんとに。これドッキリするとか言ってさ、やんなかったらさ、ほんとにやばいよ。もう、僕の心配して損した気持ちを返してほしいわ。ここ塗って、いや、ここはいないか、さすがに。全然さ、ビーコン、ここにしかビーコン見当たらないんだけど、待って。ビーコンどこにある？いつもだったらもうここら辺でさ、ビーコンもう4つくらい壊してる気がするんだけど、スメッシュワールド。あ、こいそうだな。あ、いねえか。いや、待ってよ。一応ね、ルール的にはね、マルチミサイル1個し、1回しか使えないんで、マルチミサイル。1回しか使ってはいけないルールなので、強すぎだから、マルチミサイルが。ちょっと、まあ、ビーコン逃げられないようにして、ビーコン全部ぶち壊して逃げれないようにして、まあ、ミサイルで居場所を把握するっていう戦法をまた取りたいんですけども、ビーコンがねえ、こんなビーコンない？待って、こんなビーコンないの？待って、やばい。なんでこんなビーコンないの？ちょっと、ビーコンどこにある？ここにいたりする？いないか。待って、今使うわ。あっちに一人、ここに一人ね。そして、ここに一人、一人。オッケー、1、2、こっちに一人いるわ。オッケー。いけ。誰か飛んだ。待って。ね、一人飛んだな、今。誰かの一人飛んだの見えた。あ、ここにいるのは分かってんだよな、もう。ここにいるのは分かってんだよ。ここか？ここか？あれ？いない？待って。え、どこ行った？これにいたよね、今。待って、やばい。こういうところがダメなんだよな。え、どこに行った？え、ほんとに？あれ、ミサイルではここにいるっていう表示があったんだけど、もう、下手くそすぎた自分が。もうとりあえず、もうここにいない。もういい。諦める。うん。ここにいるんだよな。もう一人いる、ここに。ここら辺にいた。ここら辺にね、表示されてた。ここにいるって。ほら、はい、勝ちます。輪っかさん倒しました。よし。あとは、ここの上？ここの、おいしょ。ここにいるんだ。あ、ほら、逃げた。誰か逃げたぞ。ここね。オッケー。ここにいるな。ここにいるんだよな。はい、鼻くそエムペコさん倒しました。よっしゃ、いいぞ。あと残り二人どっか飛んでったんだよな。僕が、僕がマルチミサイルで居場所を把握してるってことをね、気づいたからかわかんないけど、飛んでったんだよね。だからちょっと待って。あ、どこに行ったかな？完全に居場所がわかんなくなっちゃった。一人は飛んで、もう一人どっか行っちゃった。いた！パピコさん倒しました。オッケー。あと残り一人か。あと残り一人どこだろう？ビーコンに飛んでってたよ。まだもう、あ、もうカウント始まっちゃった。待って、やばい。ねえ。待って、え？あ、もう、あ、終わった。はい。最後に僕がルール無視するっていうね。てか、ドッキリするって言ったけど何もしねえじゃん。よーし、というか、スメッシュワールド答え合わせやっていきましょう。ということで、なんかさ、さっきも言ったけどさ、ドッキリするって言ったのに、やめてんけ、お前。心配した
気持ちをね返してほしいわけなんですけど、今回も僕は一人残して見つけられるオールキルできませんでした。なんなんですかねこれは。なんか書いてますけどこの人、なんかサバって書いてんのこれ、サバって書いてんのかなこれはね。うん、あっ来たね来たね、サバって見えなくもないけど来たねまあいいわ。はい、という答え合わせやっていきますよ。と僕が見つけなかった方が誰だったかな、なぎほさんか、なぎほさん見つけられませんでした。最後僕がねあのミサイルをぶっ飛ばしてなんか、うん、無理やりルール違反して見つけようとした方なんですけどね、まあ、なぎほさんここにいたみたいです。やっぱあのビーコンに飛んだらしいね。あの僕があのミサイルをね構えた瞬間ね、なんかやべえと思ってビーコンに飛んだらしいですこの人くそーミスったマジで。もうということで、まああとはね見つけた方でワッカさんここにおりました。そして、鼻くそ今ペコさんが、ペコさんここにおりました。なんかさ、またここに、ここにもサバって書かれてんじゃん。あ、でもこのサバはね、綺麗な字ですね。これは汚いですね、これ。これ。あとね、ここになんかハート書いてんだよ、ハートが。ここにこうやって。いや、女の子かって、女の子かって、だからなんかスプラトゥーンでハート書きがち。ね、あの、何これ何、またなんか書いてんだけど、何書いてんの、何怖い怖い怖い、え怖い、何書いてんので、最後に、パピコさんもね、まあ最後見つけられたということでね、いやということで僕が見つけなかった方が、泣き星さんただ一人でした。はい、ということで、なんかもうずっとなんか落書きしてるわけなんですけどね、この人。ということで、まあ次ね、僕が隠れればやっていこうかなと思います。それではやっていきましょう。よーし、ということで隠れんぼ僕が隠れればやっていこうかなと思います。ということでやっていきますよ。鬼が、なぎほさんですね。やっていきましょう。ということで、ほかみんなね、まだボールドマークのネオを使ってんだわ。これ。仲いいかよ。仲いいでーす。自分で言って、自分で突っ込んで自分で言うみたいな。なんか、寂しい。なんかやっぱ実況者って寂しいなって思いますよね。急にうつ病。ということで、ということで今回もね、すみません。僕が食らっていくわけなんですけど、ね、このマップね、あんまりね、好きじゃないんだよね、この、名前、アンチョビットゲームズだ。そう。入り組んでてさ、むずい。入り組んでてむずいよね、ほら。ね、俺ってなんか、なんかあれと、一緒だね。あー、解除されちゃった。とりあえず、登っていきましょうか。いやー、もうスプラトゥーン1からもそうなんだけどね、このマップ僕、あんまいい思いじゃなくてさ、マジで、スプラトゥーン1の時代とかさ、ボコボコにされたからね、これ。もうこのマップになろうものなら、一瞬でボコボコにされるんで、僕、立ち回りが下手すぎて。このマップが来たら、あー負けた、あー負けたんごってなるんで、ちょっとあんまりね、いい思いじゃないんですよね。まあ、それは、いいとして、あと残り50秒しかないぞ。そこに、でもビーコンいて、そこにビーコンいて、ちょっとバレないと、浅はかな願いを、思いながら、ここに、あっちにいいのか。結構広いね、ここ。結構、なんか、距離ある、立地点まで、鬼の、まあ、やっていくぞ。よし。ここに隠れるのはちょっとね、自殺かもしんない。自殺願望のある人が隠れそうな。ここの上とか。ここならバレるな、多分。これさ、ピーコン置ける？置けた。そっか、前もなんか置けるって置けたっていう話したな。それはいいんだわ。あと残り20秒しかない。まあ、どうしよう、隠れる場所。どこに隠れたらいいかな。ここ、いや、ここさ、もうさ、あれやん。あれだわ。あれだわ、あれだわ。え、これ、ちょっと待ってよ。はい。来た来た。バカ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 。待って、やばい。もう終わる終わる。やばい。もう、ちょ、ここに、時間ないから、ここに隠れるわ。時間ないから、ここに隠れた。ごめん。あぶねえ。始まる前に死んでよかったわ。始まった後に死んだら、もう、そこで失格なんでね。うん。ね、全然ビーコン置かれてない、なんなん、え、全然ビーコン置かないじゃん、みんな。うん、始まったわけなんですけど、お兄さん塗り早えな。あれなんだっけ、これ。マニューバー、何マニューバー、これ。え、あ、ヒーロー、何ヒーローのやつか。あの、ストーリーモードで解放されるやつね。あ、パピコさんが飛んでったぞ。お、いいね、いいね。あ、ここにビーコン置いて飛びました。あー、てか僕が置いたビーコン消されてるやんけ。マジかよ。てか、ここに二つビーコン置かれてるんだけど、なんで二つビーコン置かれてるのか、何これなんか二つビーコン置かれたわけなんですけどね。とりあえず、今のところ全員生き残ってますね。パピコさんも、ペコさんも、ワッカさんも、僕も生き残ってるから、みんななんか真ん中に固まってますね、僕以外。ビーコンもみんな、もうなんか真ん中に固まって、僕だけぼっちみたいな。寂しいな。最近なんか一人暮らししてるんですけど、僕。なんか最近ね、寂しい気持ちになる。うん。寂しいなーってよく思いますね。はい。ということで、ね、皆さんね、僕をね、大切にしてくださいね。何の話でしょうか。あ、とりあえずこれ、ワッカさんがね、ビーコンに飛びましたね、これ。バレないかな、ビーコンなんで二つあんのここに。あ、飛んでった、飛んでった。あ、して。そして、パピコさんとワッカさん、一緒の場所に来れてるよ、これ。え、僕もここ飛ぼうかな。あー、ペコさんも死ん、待って、ペコさん死んだ。やばい。で、僕も飛ぶわ。僕、あー、これ多分、あ、終わったな。やっぱ飛ぶのやめるわ。あ、死んでいった。じゃ、ええすごい。あ、死んだ。パピコさん死んだわ。なんかさ、ジャンプしてさ、逃げ切ったのかと思ったんだけどさ、普通死んだわ。すごい時間差で死にましたね。
ピコさんとワッカさん、前とか来てるよ。来てるよ。来て、頼む。あ？おい、あれ。ペコさん、なんか、どさくさに負けて死んでるんだけど、あと僕、見つかってないよ。待って、あ、これ見つかるか。あ、やめて、やめて、やめて。やめて、強い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 。待って、やばい。最強、ごめん、ごめん、最強になってしまった。ごめん。ごめん、最強になっちゃった。ごめん。最強だったわ、わい。あ、でね、ね、バレるから撃つのやめ。バレるから撃つのやめや、お前。ほんとに。怖っ。待って、みんな。ねえ、上になんかおるし、なんか。上になんかおるし。お兄さん、今どこにいるんだ？あ、今ここ動かしてんな、今。あ、ここに、ここら辺にいるかと、いると思ってんだろうな、お兄さん。いいよ、いや、あと残り10秒。カウント始まってきた。いいよ。あ、もういいわ。あ、もう見つかり、あ、これはもう勝った。ありがとう、みんな。はい、ありがとう。ありがとう。よーし。はい、というか今回もサザンクラブやってみただけなんですけども、今回はね、よかったですね、最後。僕、見つかると思ったんだけど、見つかんなかったわ。お兄さん、ちょろいね。僕なんか最近煽っちゃうんですよ。なんか性格悪くなっちゃったかな、僕。コメント欄ではサバさん性格いいって書いといてくださいね。あと、高評価もよろしく。というわけでね、もしこなければ、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。というか、Twitter の方でね、サバさんクラブ募集してよかったら、概要欄の方からね、Twitter の方フォローよろしくお願いします。ということで、じゃあまた見てくれると嬉しいです。それでは、見てください。では、バイ。